さて、今回こんな感じですね。ガムテープを貼ったせいで少しディスクが重くなったんで回りやすくなりましたね。あの重さがあった方がこう回りやすいので、ディスクと標的の間はこのぐらいですね。やっぱり15センチ以上空いちゃってますね。はい、使う剣はこういうやつで235ミリで115グラムぐらいかな。で、おおよそあの8ミリの角型です。どうしようか、くるくる回ってますね。入りましたが、何か非常に奇妙な感じで入ってます。これで原発再稼働止まるかも。どう言ったらいいのかな、わかりますかね。こういう感じで入ってるんですよ。何か途中で回転してる途中に横から食い込んで、で止まってんですよね。どういうふうにしましょう、どう説明しようかな。あ、これだと分かりますよね。こうなってんですよね。これ裏側回ると入ってますね。分かりますね。これどこから抜こうかな。妙な入り方ですよね。だからこうちょっと引きましょう。どっから打ちそう、これ分かりにくいかな。これがこうなってたんですよ。こんな風に。だから何でしょうね、あのもしかするとこれがですね、こう回転してここで止まった時にこういう風にパタッと止まった時にここにこう入ったのかもしれませんね。そうだと思います多分。あとはちょっとビデオを確認してみないとわからないけど、最初に入って次に、よくわかんないけどとにかく入りました。いやー、これで再稼働止まって、再稼働だけじゃなくて廃炉になって全国の原発が止まってですね、その代わりどっかが一気メルトダウンと、はい、やりました。